れるほど愛しても3分の1も伝わらない。純情な感情は空回り、 I love you さえ言えないでいる My heart。 長くて眠れない夜が君への想い、それは恋なんですと囁くよ。止めどなく語りかける、揺れる鼓動は微熱混じりのため息へと変わる。 Give me specialness、 君のスマイルで夜の寒さもぐっとこらえられる。壊れるほど愛しても三分の一も伝わらない。純情な感情は空回り、 I love you さえ言えないでいる My God。 お疲れ様です。お疲れ。サードシングルとのことですけれども、どうしたんすか？どうした？大丈夫か？ノイズが聞こえるよ。ノイズが聞こえるよ。大丈夫か？大人たちが、大人たちの雑念が入ってくるよ。こいつこういうやつなんだよ。ごめんね。お前には本当みっともねえとこ見せてるわ、お前。サンキューな、いつも。ここで言うんだよ。とことんの野郎だぜ。3枚目なんですけど。ごめん。失礼して。またちょっと明るいテイストの曲とのことで。まあそうだね。今回は、まあ、一応 YouTube 見てて、インスパイアされた感じかな。インスパイア。インスパイア。書いてます。書いてる。まあね、サードってことで、まあ本当世の中にね、ドロップアウトする3曲目ってことで、同じアーティスト、同じ路線で、こちら行ってたんだけど、なんかメシアがね、紙チューブから拾ってきたんだろ、なんかインスパイアされるの。まあタイトル決める時も、ちょっといろいろ考えたんだけど、まあ、今の俺の純情な感情、どのくらいかなと思った時に、3分の1だったから、そのまま書いたかな。あ、ほんと素直に載せてくれたんだな。なんか俺も入ってきたんだよね、その3分の1の頑丈な肝臓が。なんかすっげえやっててさ、わ、これすっげえ入ってくるな。うん、ちげえよ。何？純情な感情だよ。純情で感情？純情でじゃねえよ。頑丈な肝臓。純情な感情だよ。お前歌詞を見てねえのか。歌詞見るっていうかさ、なんかメシアの気持ち入ってくんのやっぱ曲で。読むとかそういう意識じゃないんだよ、俺からしたら。分かってんな。ちなみに3分の2は何ですか？3分の2は弱い肝臓だろ。そういうことね。お前俺らのフォースシングル先に言うなよ。残りの部分ね。次3分の2の弱い肝臓なんですよ。それは本当のオリジナルに。そうだ、オリジナル。フォースシングルね。本当のオリジナル？踊り名じゃない。本当のオリジナル？しかも新しいな。今回の曲を。今回のは。何？今回の。今回のは。今回のはあれだよ。やっぱりちゃんと作ってる。インスパイアされた。インスピレーションされた。紙チューブから。この前焼肉行った時だ。それあれじゃないですか、どの曲歌おっかなっつって人の曲探してただけじゃないですか。いい加減なこと言うな。そんなことするわけねえだろ。俺らは何だと思ってんの。明らかに見て分かんだろ。 MV 見たのか。 MV は見ましたけど、オリジナルじゃねえか、あの曲。でもギター弾いてないし。弾いてないわけないだろ。そう見てくれた。 MV は見ました。 MV じゃないけどね。どうだった。もうよく見ることですけど、なんかやっぱ2人でこんなんなってたりとか、こんなのったりとか。何が変なんだよ。何がしたいんだろう。誰が指示されてんだよ。誰に。上だよ。上の俺らのもっと上だよ。神より上って言うんですか。
天上界の人たちね。天上界の方々ね。神と人、神のが上じゃないですか。天竜人もいいんだ、天竜人。ワンピースじゃん。イブ様じゃん。俺たちの上にいるんだよ。ワンピースや。神って意外に弱いんすね。おい、聞かれてたら後ろに焼き入れられてたんだよ。天竜人が話すの。見つけろ。どこで聞かれてるか分かんない。俺らこの後ちょっとあるからさ。何があるんですか。神々の会合だよ。限界やで。うん、限界で。限界で。あるんだよ。バッカスの酒飲むんだよ、バッカスの酒を。あとガーリックチャーハンだよ。ガーリックライスでしょ。なんだこの、なんかさっきからこのなんかいつもさついてるインタビュアーなんだわね。何これ。なんか前からなんかちょっと気になってちょくちょくなんかそういうの入れてきてさ。修正してるだけだから。俺たちそういう路線で売ってねえんだよ。そう。どういう路線でじゃ売ってんだよ。ビジュアル系だよ。なんか中世ヨーロッパのな、うん、中世ヨーロッパだな、うん、あ、俺らのこと知らなかった、うん、俺らのグループ名聞いてないでしょ、まだね、うん、何ですか、なんだっけ、マルボロライトだっけ最低なんだっけ、あ、俺らのタイトル、うん、ネオンジェネシス、ネオンジェネシス、うん、のメシア、うん、メシア、ヨロ、え、ジハードです、サイドギターのジハードです。あれメインギターだ。サイドじゃなくてメイン連れてこいよ。なんか口悪いなさっきから。なんでちょっと力合いに連絡取れる？ベースの力合いに連絡取って。力合い？力合いさんドラムっすよ。あ、なんだ、ね、俺たちのメンバーで勝手決めてんの。あいつ返すなよ。力合い2人いんだよ。ベースとドラムだ。そうだよ。メシア、ジハード、力や力やって。でおっしゃってたんですけど、うん、前回のインタビューの時にベースはつとむになってたんですよ、最後。メンバー変わったの、うん、変わったんですか、まあ、日替わりなんで。方向性の違いで変わったんで。そう。なんかね、あいつだけね。そう。うん、コピーバンドやんねやだ、つって。なんかコピーバンドじゃん。アコースティックに走った。コピーバンドつってるんですよ。一番言っちゃいけねえとこだぞ。俺らがずっと隠してることだぞ。もうバレたらマジやべえんだから、それ言うなよ、マジで。そこ絶対カットしろよ。マジ終わりだ。うん。長え。とにかくこれでもういいや。閉める？いや、長えで。長えで。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、あとは通知のベルマークの方をオンにしていただいて、コメント、ランジャーお待ちしております。バイバイ。